玄野店跡。玄野店は、江戸、日本橋界隈の古くからの地名もしくは通りの属称名である。江戸時代の新泉町、現在の東京都中央区日本橋人形町三丁目のあたりである。天保の頃、歌川国吉が玄野店に住んでいた。岡本玄野徳川家の御天意であった、岡本玄野の廃領屋敷屋と一体を指した。玄野は三大将軍。 家光がもがさを病んだ際に全開させて、なお高め、幕府から配慮した土地に借家を建てて庶民に貸した、ことから一体が玄野店と呼ばれた。当地には、将軍家から玄野に貸しされたと伝わる、立花稲荷神社が残っている。与三郎と乙富で有名な、与花市上浮きな横串の舞台として知られる。落語家であった四代目立花や、遠京は当地に居住し、 玄野店の師匠と呼ばれていた。また、両邸、玄野店浜田家などの呼び名が生まれた。歌舞伎、与ナ市上浮きな横串の四幕目に、実名を避けて鎌倉にある玄氏店として登場する。江戸時代は、当時の出来事を客色上演することが禁じられており、すべてを鎌倉や室町などの世界に加工し、玄野を玄氏と読み替えて玄氏と文字を変えて聞かせた。 1954年の歌謡曲、おとみさんは、この作品のセリフを随所に取り入れて、歌詞の中で原野店として登場する。上座まりの時代小説、原野店の女は、当地を舞台にしている。ありがとうございます。